どうもみなさん、こんにちは。二次三次所属ライバーの金なです。よろしくお願いします。今回はサイクルの攻略動画になるんですが、今回の動画では様々なクエストでアイテムを納品したりするクエストがあると思うんですけど、このデッドドロップ、アイテムを納品する場所が意外とわかりにくかったので、それをまとめて動画にしていきたいと思います。で、今回まとめるのは、基本的にこのブライトサウンド。 あのノーマルの方のマップだけですね。概要欄に一応タイムスタンプ見たい場所を押したら飛べるように設定はしておくので時間がない方は概要欄から調べたい場所を押してもらえたらすぐ見れると思います。それでは早速見ていきましょう。はい。ということで、えー、最初はですね沼地キャンプのデッドドロップの場所ですね。まずマップの位置でいうと沼地キャンプの一番南骨の一番南の方に来てもらってこの骨からスタートしていきたいと思います。 ここから普通に北の方にですね、えっ、ー、と、右の骨の付け根、地面の付け根をずーっと走っていってですね、行くんですけど、ちょっと左で銃声してますが、一旦そこは無視します。で、ちょっと前に人がいるっぽいんで、あそこ人がいる位置がデッドドロップの場所なんですけど、ちょっと人がいるので、先に人を一旦倒してから調べていきたいと思います。すいません。えっ、ー、とですね、ここは、僕は今回シャターガンという武器を使ってですね、ショットガン1本で、 やってたんですけど、意外と交戦することが多かったですね。動画を撮ってるときは。で、この中ですね。この骨がある場所の中、なんか囲まれてるような骨がある場所の中に落ちてます。ちょっとあさってるんですけど。で、この岩の裏、奥の方ですね。岩の岩の手前でした。ここの骨の下の中に沼地キャンプのデッドドロップがあります。沼地スケルトンのデッドドロップですね。えー、場所で言うとここですね。 沼地キャンプの沼っていう字の左下の方ですね。まだ南から一ったすぐぐらいの場所にあるので、そちらの方にデッドドロップがあります。確かスモークグレネードとかグレネードを納品するクエストがあったような覚えがあります。では続いていきましょう。はい。ということで続いてはこちらですね。東回収地点です。東回収地点の北の方の入り口から入っていきたいと思います。北の方の入り口から入っていただいて、すぐ右ですね。で、この小部屋みたいなところに入ってもらって、 ここたまに赤いレーザーが出てる時があるかもしれないんですけどそこは警報が鳴るだけなんで通っても大丈夫ですそして、えー、階段降りて突き当たりをまっすぐ行ってもらってこの右の下にですね降りれるようになってるのでこの枠からですねそこの丸い中ここに飛び乗ってもらってそのまま奥に進むだけですねで左でめちゃくちゃ足音がしてるんですけど動画のためにあえて無視してます で、この奥にあるのがデッドドロップですね。地下深部エレベーターのデッドドロップです。多分割とここも最初の方のクエストで来なくちゃいけなかったような気がするので、ぜひお役立ていただけたら幸いです。ちなみにこの後は帰り道構成になりまして、えっと、3人倒して紫アーマーをゲットして美味しかったです。では続き行きましょう。はい、続いてはですね、えー、マップの右上ですね、ウォーターフォールラボのデッド,ドロップの場所を解説していきたいと思います。湖っていう字の下にある古塔の北の方から スタートしてますで、琴の北の方から、えー、湖を渡ってもらって、でですね、この、えー、ラボの、ウォーターフォールラボの2階ですね、に外から上がってもらって、まあ中から上がってもいいんですけど、上がってもらったら、えー、そのまま、えー、十字路の方にですね、まっすぐ向かっていってください。で、ちょっと周りに人がいたので、さっきまで音を出さないように、ちょっとモンスターを処理しながら進んでいって、この十字路ですね、左に机が見える十字路を、 のカウンターの裏にあるんですけど、ちょっと一回。で、ここ、まっすぐ行かずに、左のカウンターの裏にあります。ここですね。ここにあります。十字路の方で覚えてもらったら分かりやすいのかなと思いますけど、真ん中の方にあるので、そこから左のカウンターの裏にありますので、ウォーターフォルラムのデッドドロップになります。それでは続いていきましょう。 続いてはこちらです。こちらはですね、ベースキャンプのデッドドロップになるんですが、ベースキャンプには2種類デッドドロップがあるので、両方とも同じ場所から歩いて紹介していきたいと思います。まずは、ベースキャンプのオフィスの方ですね、脱出船が来る場所を真ん中に立ってもらって、ゲート A っていうゲートを正面に見てもらって、そこから左手側ですね、LWS みたいなコンテナがあるところの奥の階段を2階に上っていただいてで、上がったらすぐ右ですね、これちょっと遠回りしちゃったんですけど、一瞬。この右のデスク。 ぐるっと回ってもらって、そこの突き当たりのラックの下の方にあります。はい。ここにあるのがメインオフィスのデッドドロップですね。マップで言うとこの位置です。はい。続いては、えー、ベースキャンプのゲート C のデッドドロップの位置を紹介したいと思います。同じようにゲート A を見てもらって、そこからですね、右斜め後ろの方ですね。に、あの、一瞬右に人が、人っぽいなんか銅像みたいなのが映った場所の、あの、階段ですね。この折り,折り返し階段みたいなのを登ってもらって、 そしたらその前にあのゲートがあるので、ここを開けてもらって、ゲートを抜けた先のすぐ右のコンテナ裏にありますね、えー。ゲート C のデッドドロップになります。マップで言うとこの位置ですね。続いては衛星受信アンテナのデッドドロップの位置になります。通信タワーの右側の通路ですね。あの大きな道から見てもらって、コムベースウェストって書いてある看板のところを下をくぐってもらって、そのまま黄色い門をくぐってもらってすぐ左手にですね、 岩のクレーン車と岩の間通った左手の黄色いパイプの横となっておりますこの黄色いパイプの奥の角の方に衛星受信アンテナのデッドドロップがあります通信タワーのデッドドロップの位置は通信タワーのあの輪、ー、の字の下の丸いところからスタートしてまして目の前に塔が見えるんですけど塔の方を見てもらってあの根元になるのであっちの塔の方に向かっていきます 普通にあの道順に行けばすぐ着くので、塔を目指して、まっすぐ目指して進んでください。この辺は結構モンスターが多かったりするので、それだけ気をつけていただけたらと思います。この動画の時はモンスターはもう処理してあるんで、いないですけど。で、この塔の奥の方ですね、フェンス側の方に行ってもらって、この岩に乗って、で岩から塔に飛び移って、塔の裏側ですね、に、えー、通信タワーのデッドドロップがありますので、 こちらの方を参照していただけたらと思います。マップの方はこの位置ですね。 ということでいかがだったでしょうか今回はブライトサンドノーマルマップのデッドドロップの位置の紹介でした僕も結構ネットで探したりとかいろんな方の動画とか見たりして探したんですけど大変だったので自分でまとめて動画に出してみようかなと思って皆さんの少しでもね役に立てたらなと思って紹介させていただきました他にもなんかこの情報が知りたいとかこの位置がわかんなくて困ってますとかそういうのがあればコメント欄に書いてあればもしかしたらあの共感したりとか時間があったりしたらそういう動画も撮っていけたらなと思ったのでぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントの とよろししくお願いします次回は今のところはハードのマップですね。クレセントフォールズのデッドドロップを紹介する動画を作れたらなと思ってます。それでは、えー、ご視聴いただきありがとうございました。頑張ってください。